ばい。サントリーのシングルモルトウイスキー山崎55年がニューヨークの競売で8100万円で落札された。ちなみに2020年に日本で販売された際は1本330万円だった。最近ではウイスキー投資なんかが行われるほど日本産のウイスキー需要が高まっていて、たったの2年で約25倍とビットコインもびっくりの値上がり具合。もしウイスキーの転売で儲けたら税金はどうなるのか気になるところだけど、こういった希少価値のあるものを仕入れて転売して利益が出た場合には雑所得または譲渡所得に該当し、譲渡所得の場合には50万円の控除額などがあるものの、税率は超過累進課税となって最高税率は住民税も含めると 55% となって多額の税金がかかることになる。さらに転売を繰り返し行っているような場合には酒税法違反に問われてしまう可能性もあるので、儲かるかなといって安易に手を出すと痛い目に遭うかも。もし手を出す場合には慎重に検討してから実施して。以上。